Yuzuke Onoue will teach a way the Rust language can reach the web. So, assemble, make JavaScript tremble, and onwards, go into the breach. Hello, to about Front-end Web Development with Rust. このセッションでは昨今の Web アセンブリーなどの技術の進歩によって可能となりつつあるラストによる Web フロントエンド開発についてお話をしていきます。はじめに自己紹介です。普段は日本大学分理学部で准教授として研究や教育に携わっています。研究としては情報可視化という分野で主に Web の技術を使ってビジ,ュアルビジュアルアナリティクスシステムの開発を行っています。 そのため、高速な Web アプリケーションを実現するために、ラストの技術とか、最先端のウェブテクノロジーなんかをよく追いかけていたりします。今日の内容ですが、今のラストでのフロントエンド開発について、まあ、何ができて何ができないか、先進的な Web 開発の動向を踏まえてお話していこうと思います。はじめに、その昨今の Web フロントエンドの技術について説明をしていきます。<laughs> 特にここ数年、いわゆるフロントエンドの技術が発展してきて、10年ほど前からすると、大きくウェブアプリケーションのアーキテクチャが変わってきました。以前の典型的な Web アプリケーションの構成というと、PHP や Python、Ruby などでアプリケーションサーバーを組んで、データベースから読み込んだ情報から、まあ、テンプレートエンジンなどを使って HTML を組み立て、それをクライアントのウェブブラウザに送信するような構成を取ることが多かったかと思います。 フロントエンドの重要性が高まるにつれてシングルページアプリケーション SPA というような構成が取られることが増えてきましたこちらでは HTML、CSS、JavaScript は性的なアセットとしてウェブサーバーから配信されますそしてそれらがブラウザに読み込まれ UI の構築を行い必要に応じて API サーバーなどと連携して必要な情報をユーザーに提示します こうしたアーキテクチャの変化にはさまざまな理由があって、主にパフォーマンスを高めたり、UX の向上の効果があります。一方で、それに伴ってフロントエンド開発の比重が増えて、開発プロセス自体も複雑になってきました。 以前は JavaScript をブラウザが直接読み込んで処理をするだけでしたが、モダンなフロントエンドではタイプスクリプトなどの言語を、ブラウザ上で実行可能な JavaScript にトランスパイルしたり、複数の JavaScript ファイルを1つのファイルにまとめるバンドリングの工程が必要になっています。まあ、そういうわけで、ラストはこうやって複雑化してきたフロントエンドの開発にどのような貢献ができるかのと、まあ、いう問いをあの考えてみたいと思います。 えー、ラストのウェブサイトであ、ま、挙げられている通り、えー、ゼロコスト中小化や、まあ、ガーベージコレクションがないことによるパフォーマンス上の強みや、えー、強力な型システムによる、まあ、信頼性、メモリ安全性など、そして、えー、パッケージマネジメントも含めた、まあ、モダンなツールチェーンによる生産性の高さなどが、まあ、ラストの強みとして挙げられます。 そういったラストの力は従来システムプログラミングなどで生かされるように作られてきたわけですが w e b アセンブリーという技術の登場によってラストの力をフロントエンド開発にも持ち込むことが可能となりつつあります w e b アセンブリーはブラウザ上で動くバイナリフォーマット言語でブラウザの上で走る第2のプログラミング言語となっています r ス s t はこの WebAssembly のサポートに早い段階から取り組んでいて、まあ、標準のツールチェーンの中で WebAssembly のビルドが可能になっています。r、まあ、ラ s t の特性によって、ネイティブに近いパフォーマンスを出したり、えー、ランタイムがないことによって小さなバイナリサイズを実現することが可能となっています。WebAssembly、えー、にコンパイする コンパイルするだけでは、Web フロントエンド開発をするのは困難で、まあ、JavaScript やブラウザ上の API との連携が必要不可欠となります。えー、それを支えるツールが、えー、まず WASNBINDGEN です。WASNBINDGEN やそれに付随する JSSYS と WebSYS というクレートがあるおかげで、ラストから JavaScript を呼び出すための、まあ、低レベルな FFI を簡単にしてくれます。そして、えー、それらを利用して、 まあラストで Web フロントエンド開発に取り組むアプローチには大きく2つがあります。1つは JavaScript を中心に作られている Web アプリケーションの一部にラストのコードを組み込むことです。そのためには、まあ、WASMPack というツールがあってこちらで JavaScript のパッケージをラストで簡単に作ることができます。でもう1つのアプローチが Web アプリケーション全体をラストで作ってしまう方法です。 今、フロントエンドのフレームワークとして、まあ、React、Angular、ビュなどが人気を集めていますが、えーまあ、こちらの場合は、ラストにもそういったフレームワークが、えー、フロントエンドのフレームワークが必要になります。でこ,こ,ここからの話は、まあ、主に後者の、えー、全体をラストで書いていくという方法になります。 でえー、先ほど挙げたような React や Angular、v ー e などのフレームワークで主に取り入れられているアーキテクチャについてのお話をしましょう。す、え、べ、ー、てがあの必ずしもこうではないんですが、えー、典型的なアーキテクチャとして、えー、仮想ドムを中心としたものが広まっています、えー、仮想ドムを利用したアーキテクチャではアプリケーションの状態からどのようにユーザーインターフェースを組み立てるのかを、まあ、宣言的なプログラムによって記述し,記述します。 仮想ドムはアプリケーションの状態変化に応じたユーザーインターフェース更新を効率的に行うためのアルゴリズムが備わっています。そしてその状態更新も重要になるわけですがこちらもこの数年で数々のアプローチが行われてきています。代表的なものを一つ挙げると ELM という AltJS で取り入れられているステート更新の仕組みがあってそれが ELM アーキテクチャと呼ばれています。 エルマアーキテクチャではまずビューを通じてユーザーインターフェースが構築されます。で、えー、構築された UI から、まあ、ユーザーは、えー、それを通じて何らかの操作を行って、えー、その操作がメッセージとしてアプリケーションに伝えられます。でそのメッセージの内容に基づいてアプリケーションの状態の更新が 起こりその更新を察知して新しい状態に応じてユーザーインターフェースの再構築を行います。こうすることによって画面構築とアプリケーションの状態管理をうまく切り離してアプリケーション開発をスケーラブルに保っています。このようにモダンなフロントエンドフレームワークのアーキテクチャというのはフロントエンドの複雑性に対処するために高度な抽象化がされているんですが、 えーまあ、残念ながらの JavaScript の表現力ではアプリケーションの隅々の品質をコントロールするためには、まあ、限界も生じてきます、えー。最近ではタイプスクリプトが流行して、えー、型の力も活用されていますが、まあ、依然として JavaScript に由来する限界が存在します。 でまあ、そこでこうラストのような優れたタシステムやツールチェーンを備えたハイパフォーマンスな言語は、まあ、現在のより複雑化しつつある Web フロントエンドに取り組む上では非常に適していると私は考えていますでそのようなアーキテクチャに基づいて、えー、ラストで実装されたフロントエンドフレームワークがすでにいくつも存在していますこれからはラストで利用可能なフ,レームワークフロントエンドのフレームワークについて紹介していきます えー、ラストウェブフ,ロフレームワークコンパリゾンというページで紹介されている11個の、えー、フレームワークを挙げていますで。右のグラフがあの GitHub でのスター数を表していて、まあ、特にこの左側の5つユー・ペルシー・シード・ドードリオ・サウロンが、えー、比較的人気を集めていて、まあ、これらはあの1000を超えるスターがついています。 でその中でもあの群を抜いて U というフレームワークが人気になっていて、ここからはこの U について詳しく取り上げていきます。U は WebAssembly が登場した初期の頃から開発が行われているフレームワークで、React や Elm のようなコンポーネントベースのフレームワークになっています。React の JSX のような、えー、HTML マクロが 提供されていて、アプリケーションのステートから宣言的に UI を構築することができます。で、エルムアーキテクチャを参考にしたステート管理システムも導入されています。で、えー、まあ、いろんな機能を持っているんですけど、フロントエンドフレームワークであの必須なものの一つとして、複数のページ間の遷移をアプリケーション内で実現するためのルーターを備えていますし。 まあ現代的なウェブフロントエンド開発に必要な機能が多く備わっています。まあ、GitHub のスター数からも分かるように、現在も非常に活発な開発が行われています。えー、U でのアプ,リケーションアプリ開発について、簡単なサンプルコードを元に眺めていきましょう。えー、サンプルコードは、まあ、プラスボタンとマイナスボタンがついた簡単な、まあ、カウンターアプリです。 えーまあ、モデルっていうのが、あのー、コンポーネントを表していて、えーまあ、そのアプリケーションのコンポーネントっていうのを、あのー、コンポーネントトレイトを実装することで、えー、実現しています。で、まあ、いくつかの関数があるんですが、その中のビュー関数っていうのが、えー、の中で HTML マクロを使って、えー、このコンポーネントのマークアップを行います。 注目するべきところとして、上の方にクレード関数っていうのがあって、ここでコンポーネントの初期化を行っています。で、ここでバリューっていうフィールドが初期化されています。で、これをコンポーネントのステートとして持っていて、ビューの中から現在のこのフィールドの値を参照して表示することができます。次に、ステート管理の仕組みについて見ていきましょう。 えー、このコンポーネントの状態を更新する関数として、アップデート関数が実装されています。えー、この関数は、まあ、メッセージを受け取って、メッセージの種類と内容に応じて、コンポーネントの状態を更新します。えー、ここでは、そのビューで構築されるボタン要素がまあ2つあって、まあその、それがクリックされたときのクリックイベントから、メッセージが発行されています。 で送られたメッセージを、えー、アップデート関数で受け取って、まあ、バリューの、まあ、ステートの更新が、えー、されていますで、まあ。状態の更新に応じて、えー、ビュー関数の再実行が必要かどうか判断するために、アップデート関数っていうのは、まあ、シュッドレンダーっていうあの型の値を返します。 でまあ、シュッドレンダーという形であの抽象化されているんですが、えーまあ、あの一番シンプルな方法は、トゥルー・フォールスを返す方法で、えー、トゥルーを返していたら、えー、このビュー関数の再実行が行われます、えー。今回は時間の都合で言うのみの紹介ですが、ラストで実装された多くのフレームワークが、まあ、このような UI 構築とステート更新の仕組みを備えています。 でまあ、言うのような高機能なフレームワークがすでにあのいくつか存在していて、ラストでのフロントエンド開発というのはかなり現実的なものに近づいていることが分かります。しかし、主に JavaScript を使って行われている先進的な、まあ、フロントエンドの開発と比較したときに欠けているものというのはまだ多く存在しています。そういった中から、個人的にあの関心のあるトピックを4つ取り上げてみます。 まず1つ目はフロントエンドにおけるマルチスレッドプログラミングです。w、えーまあ、ウェブ,ブラウザーではあのメインスレッドあるいは UI スレッドと呼ばれる単一のスレッドがえ1つのウェブページを表示するための多くの機能を担っています。 ウェブブラウザが読み込んだ HTML は、DOM という構造でブラウザ上に格納されているわけですが、その DOM の操作をはじめとして、画面への描画とか、ユーザーの操作に対するイベントハンドリング、そして JavaScript の処理の実行など、さまざまな仕事をこのメインスレッドが行っています。で、メインスレッドがたくさんの仕事を抱えてしまうと、いくつかの問題っていうのが生じてしまいます。 例えばメインスレッドを占有するような長い処理が必要となった場合、イベントハンドリングもメインスレッドが扱うので、その長い処理の間はユーザーの操作に対して即座に反応ができなくなってしまいます。また、Web アプリ上でアニメーションの処理を行うことも増えていますが、メインスレッドの負荷が上がると、アニメーションのフレームレートが、あのまあ、 を低下するってていうことも生じてきま,すまあなのでえそこで提唱されているのがオフザメインスレッドという概念です。えー、ウェブブラウザ上でのマルチスレッドを行うための仕組みとして Web ワーカーとなどのワーカーがあります。これらを使うことでメインスレッドとは独立したスレッドで JavaScript の処理を動かすことができます。 でワーカーを活用してメインスレッドのアイドル時間を増やしてユーザーへの応答スピードを上げたりアニメーションをスムーズにすることは UX の向上につながります。でえーまあ、なんですがこうラストでのオフザメインスレッドへの興味深い取り組みとして U のエージェンツを紹介します。エージェンツはアプリケーション全体から利用されるようなサービスで、えーまあ サーービスをアクターモデルで提供すする仕組みになっています、えー、エージェンツは抽象化されたインターフェースで、まあ、いくつかの実装を提供していてその中に Web ワーカーを利用したものが含まれています。えー、これによって Web ワーカーを意識することなくメインスレッドからの処理の異常が、えー、可能になっています、えー。エージェンツを使ったあの処理について、えー、コードを見ていきます。えーまあ、こうボタンをクリックしたときに えとセントトゥーワーカーというあのメッセージが発行されます。で、まあ、そのメッセージを受け取ると、ワーカーへゲットデータフロムサーバーというリクエストを発行します。で、ワーカーはそのリクエストを受け取って、処理結果を、まああの a ンス s a ッドの方に返します。 でワーカーからの処理結果っていうのは、コールバックで処理されて、そのコールバックはメッセージを返すんですが、えー、ここではデータレシーブドメッセージっていうのを発行していて、えー、アップデート関数がこのメッセージから、ワーカーでの処理結果を、まあ、ステートに反映することができます。で、えーまあ、次に Web、えー、アプリケーションを構築する上で欠かせない CSS との付き合い方についてです。 フロントエンドが大規模になるにつれて、まあ、CSS にまつわるいくつかの問題が生じるようになってきました。まあ、代表的なものとして、えー、CSS のセレクターが意図せずに衝突して、まあ、ウェブサイトのデザインが壊れることが挙げられます。また最近のウェブサイトではパフォーマンスの重要性が高まっていて、まあ、不要なスタイルを取り除くなどの、まあ、アセットの最適化なんかも必要になっています。 えー、モダンなフロントエンド開発では、えー、CSS モジュールズや CSS in JS などさまざまなアプローチでこれらの開発に取り,、えー、取り組んできました。えーまあ、ラストでの CSS に関するアプローチをいくつか紹介します。まず CSS モジュールズに近いアプローチとして、えー、ラストで書かれたフロントエンドアプリケーション内で えーまあ書かれたスタイルに対して、えー、他の要素と重複しない識別子を生成した上でアセットに組み込む方法っていうのがいくつか見られます。Percy、えー、というフレームワークの CSS マクロや、えー、CSSinRust というまあ独立したクレートがあって、まあ、それがあのこの方法に該当します。えー、CSSinRust を使ったコードを見てみましょう。で、えー まあ上の方ですが、はじめにスタイルの文字列をラップして、まあ、スタイルインスタンスを生成しています。で、スタイルインスタンスはそれを適用する要素のクラス名を、ほ、まあ、他の要素と重複しないように生成してくれます。で、出力される HTML では、まあ、スタイルの本体っていうのは、HTML のヘッド要素内に追加されます。 まあもう一つ、ラストらしい CSS へのアプローチとして RUSS というクレートを紹介します。えー、まあミスを起こしやすい CSS のコーディングをえラストの型システムで支援するものになっています。えー、まあ左下のコード例のようにえピクセル数とか色の RGB 値っていうのをラストで記述することができます。えー、次は、 より実用的な Web アプリケーションを作るためのサーバーサイドレンダリングについてです。ご存知の方も多いとは思いますが、SPA の構成が採用されるようになって、HTML ファイルはコンテンツをほとんど含まずに、JavaScript が実行されて初めてコンテンツが生成されることが増えています。そこには問題もあって、JavaScript の処理が終わらないと、そのページで表示するコンテンツが完全には表示されなくなってしまいます。 でそうすると、これにはあのパフォーマンス上の問題や、JavaScript の処理が行えないような環境で内容が表示できないというような問題があります。でそこで、SPA として Web ページの UI を構築するだけではなくて、サーバー側でその初期の UI 構築を行うことで、そういった問題の解決を図っているのが、サーバーサイドレンダリング、SSR という方法になります。 ラストで作られているペルシーというフレームワークは、この SSR をサポートしています。ペルシーはアイソモーフィックつまりブラウザの上でもサーバー側でも同じように動くようなアプリケーションの構築ができるように設計されています。ペルシーに含まれるアイソモーフィックエグザンプルを見てみると、テンプレートとなる HTML ファイルに2つのプレースホルダーがあって、 <laughs> 一方はそのページの最初に表示するべきコンテンツ、もう一方がそれを構築するために必要なアプリケーションのステートになっています。サーバーはブラウザからリクエストが来たときに、これらの生成を行い、テンプレートに組み込んだ結果をブラウザに返します。ブラウザ側はこれを初期状態として、引き続きアプリケーションをブラウザの上で動作させていきます。 今後はラストのフロントエンドフレームワークでも SSR を意識したものが増えていくと思っています。U での SSR の対応もロードマップに上がっているところです。もう少し将来的な話を想像してみると、現在のフロントエンド開発では、この SSR を利用してハイパフォーマンスな Web アプリを実現するための仕組みとして、JAMStack というのが広まりつつあります。 えーまあ、JAMstack の特徴の一つは、えーまあ、コンテンツデリバリーネットワーク、CDN を活用して、えー、ユーザーに高速にコンテンツを届けやすい構成になっていることです。えー、現在の JAMstack のための代表的なフレームワークとして、えー、NextJS が挙げられます。NextJS はあの、React をベースにしたフレームワークで、SSR や性、えー、的サイト生成をサポートしています。 このような今あるフレームワークよりも1段階ハイレベルなフレームワークというのが実用的な Web アプリケーションをラストで構築していく上では今後必要になってくるかもしれません。最後に Web コンポーネントについてお話をします。こちらもすでにご存知の方は多いと思うんですが Web コンポーネントというのが Web 標準の一部として取り入れられている Web サイトをコンポーネント化する仕組みです。 カスタムエレメンツ、シャドウドム、ES モジュールズ、HTML テンプレートという4つの仕様から構成されていて、 いるんですけどちなみにラストとこの Web コンポーネンツの関係についてなんですけどカスタムエレメンツを実装するためには HTML エレメントという JavaScript のクラスを継承する必要があって、まあ、今のところは w a s n b i n d n による JavaScript のクラス継承はあの現在議論の段階で今のところ直接的にカスタムエレメンツをラストで実装する手段はありません。 まあこれは個人的に将来的にできるようになったらいいなと思う意見なんですが、あのラストで Web コンポーネンツが書けると、まあ、どういういいことがあるのかについて考えてみましょう。えー、これまであの、まあ、この発表の中で Web アプリケーション全体をラストで書くということを考えてきましたが、えー、これをさらに一歩踏み込んでいくと、Web アプリのユーザーインターフェースの一部をラストで作る。 でそれを既存のアプリケーションに組み込むような用途も広がってくると思われます。そうしたトレンドとして、一つ注目に値するのがマイクロフロントエンドです。昨今の巨大化するウェブフロントエンドを、もともとバックエンドのアプリケーションがモノリシックなものからマイクロサービスへ移り変わってきたように、今のモノリシックなフロントエンドをいくつかのマイクロフロントエンドに分けて、大きなウェブアプリケーションを組み立てるというのが、このマイクロフロントエンドと。 いうトレンドになりますでそうしたときに興味深いのが、えー、この Web アプリケーションを構築するあ、構成するマイクロフロントエンドというのは、えー、実装がバラバラでも構わないわけです。えー、そうすると、えー、マイクロフロントエンド、あるマイクロフロントエンドは Angular とか React で書かれているかもしれないし、えー、そのマイクロフロントエンドの中にはラストや w e b アセンブリで作られたものが、えー、含まれてくるかもしれません。 マイクロフロントエンドを実現するための手段は Web コンポーネンツだけではありませんが Web コンポーネンツは有力の手段の1つとして挙げられているので、まあ、ラストでの Web コンポーネンツが可能になると、まあ、こういったアプリケーションのユーザーインターフェースの一部をラストで作るというようなことも可能になってくるでしょう。 最後にまとめです。最近の Web フロントエンドの開発っていうのは、まあ、非常に高度化複雑化していてラストのようなパワフルな言語が、まあ、あの活躍できる機械ではあります Web アセンブリに関連するツールチェーンやフレームワークの登場によってラストによるフロントエンドの開発が、まあ、どんどん実用に近づいてきていますなんですがまだまだいろいろなギャップもあってラストで本格的なフロントエンド開発を まあ、実践していくためには、これまで培われてきた Web フロントエンドのベストプラクティスというのをラストでも実装して実践していく必要があります。えつまり、まあ、ラストへのでのフロントエンドをやろうと思うと、まだまだこうやるべき課題があの多く残っているのでえ、この話を聞いて興味を持ってくれた皆さんは、あのぜひいろいろなところでチャレンジしてもらえたらと思います。え以上ですありがとうございました